こねるねんちは魔法陣くるくる YouTube です。戦士ピック82プラス、82以上のアップグレ作りました。12個。わ、早速84のなんかわけわかんないイベントカード来ましたね。1万5000円の価値くらい。どれにしようかな、神様の言う通りこれでいいかなって。シチュスに黒の89。あ、いいじゃん。これとか結構な価値ありますよね。黒の89ですよ。あ、84ナバス。82プラス熱いね。ここにしました。おお、よくわかんないけど結構昔のカード、1万5000円から1万8000円ぐらい。おもろいよ。ディマリア来たんですけど、あ、ディマリア来ましたね。いや、これも昔は強かったんですけど、逆足にしかないんだね、素材だね、ディマリア。あ、でもこれ4万以上の価値はありそうですね。4万5000円ぐらいの。とりあえず左から行っちゃいますみたいな。あー、86、いいね、いいね。あれ、まあ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 、こんな感じですか。おなな、アセンションしよう。流れ悪いな。ちょっと流れ悪く、イベントカード来なくなっていったっすね。もうここで決める。いやー、ダメだ。終わった。終わりました。お疲れ様。って感じですね。この2枚に勝ちます。お、ジアゴ来た。え、これ、これアップグレしなかったんですよね。リアプルの確か。チャンピオンズリーグのやつ。アップグレしなかったジアゴ。うわ、どうしよう。2枚抜きしたんだけど。セルジオ・ラモスとバレラ。まあ、総合値高い方がいいよね。潰すとして。82プラスアップグレ、マジで激アツなんでやった方がいいっすよ。このリアプールのワンリングやってなかったけど、今日から始めますわ。チアゴ来たから。ティアゴ、これ8万ぐらいの価値あるでしょ、ティアゴ。あれがアップグレしてたらだいぶ強くなってんだろうと思うんだけどな。ティアゴ・アルカンタラ、やっと名前思い出したよ。ティアゴ・アルカンタラでしょ、これ。こいつで1万2000円ぐらい。いや、82プラスアップグレいいっすよね。皆さんやってますか。で、今めちゃくちゃ高くて1枚作るのに、ゴールドレアが6枚の、ゴールドコモン6枚の、ん?ゴールドレアが6枚の、ゴールドコモンが5枚で、だいたいゴールドレアもさ、1000円ぐらい、1000コインぐらいかかるじゃん。6000でしょ。で、ゴールドコモンももう650コインぐらいかかるじゃん。いや、1万コインくらいかかるね、これ一つ作るの。9000コインから1万コインくらいかかる。まあ、で、それでもやる価値あると思いますよ。だって、このバレラだって3万だし。だって、一気にディアコン・アルカンタルで取ってるもん。だって、ディマニアだって4万コインだし。この黒のシチスにも高いですよ。89だから。これ82プラスやった方がいいです。で、コインなくなっちゃうけど、素材は、いっぱい集められるって感じで、いいやつでしたねって感じです。あ、どうもこんにちは。あの、昨日の2時に、あ、てか、今日の夜中の2時に、あ、PL なんとか来てたんで、やってみました。PLTOTS またはシェープシュスター3名。いや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 、いつも通りのゴミ引きかましてく。いや、ここはリバプールの選手集めてるから、ディエゴ・ジョッタでいいか。
いや、いつも通りですね。予定通りのゴミ引き。いや、でもここはラポルテの方がいいのかな。いや、でもディエゴ・ジョタをプレミアなんとかカップで使おうかなっていう感じで、やっぱディエゴ・ジョタの方がいいのかな。ブルーノ・フェルナンデス持ってるんですよね、赤チンで。赤チンで持ってるからいらないんですよ、ブルーノ・フェルナンデスは。で、ラポルテも持ってるからさ、そもそもラポルテ使わないんだよな。ディエゴ・ジョタ、いやー、でも総合値94の方がいいよなー、どうしよう、頭はげそうですって感じです。リアプの風吹いてんね。マカズさんが大好きなディエゴ・ジョタじゃん、よく考えたら、ポルトガルだ。っていうか、マカズさん、ポルトガル大好きやから、ブルーノ・フェナンデスとディエゴ・ジョタ、最高だね。なんでポルトガル代表が好きなのかよくわかんないですけど。ああ、迷うね。迷いますね。どうすっかな。ディエゴ・ジョッター。ディエゴ・ジョッターにしました。もう一、もう2回できるらしいんで、お願いします。いや、マジ、マネって言うんだけど、ちょっと頭フリーズした、一瞬。サディオ・マネ？やばくない？リアプンの数吹きすぎでしょ、今日。ディエゴ・アルカントラ来て、昔のカードだけど。で、ディエゴ・ジョタ来て、サディオ・マネ来ちゃう？なんなんこれって感じの最高な引きです、みたいな。マジいいじゃん。いや、引きが噛みすぎて、この神々しい音楽が流れてくる、このサディオ・マネ、神々しいですね。見てください、この価値。110万コインぐらいの価値です。超大勝ち。勝ちです、これ。てか、今100万ぐらいの価値になっちゃったんですね。マジで嬉しい。マジで嬉しいな、サディオ・マネ。この、なんともない、抜き出しからのシュートが、もう、最高っすね。なんでもない抜き出しからゴールさえ、神々しいな、サディオ・マネ。超大当たり来たー。